昔話をしよう。昔々と言ってもそれほどじゃないけど、あるところにとても美しく聡明な子供がおりました。その子供はなんと生まれた翌日から言葉を話す神童でした。そして2歳になる頃には大人と同じくらい頭がよく、気品ある振る舞いをするようになっていました。最初は素晴らしい授かり物だ、世界一可愛いとありったけの愛情を注いでいた両親でしたが、あっという間に自分たちよりも賢くなった子供をだんだんと不気味に思うようになってきます。聡明すぎる子供には両親の欠点や失敗、浅はかさも全てお見通しでした。そしてそれらをとうとうと指摘すれば両親に反論の余地などありません。耐えかねた両親はとうとう、子供を箱に詰め家から遠く離れた場所に置き去りにしてしまいました。かわいそうに。あれ、ちょっと呼ばれてるみたいだ。続きはまた後で。おい、聞いているのか。君を通すのが一番効率よく戦況を把握できるんだ。知ってるだろ。何度も説明。これくらいは想定の範囲内だ。均一ではない、イレギュラーな存在が含まれている方が、そこから得られるデータの有用性は高くなる。彼らには、もともとそういう役割を期待していたから。うるさい。君は、さっさと次の舞台を用意しろ。僕の計算の通りにね。さてさて、どこまで話したっけ。ああ、子供が捨てられたところまでだな。じゃあ、その続きから。とんでもなく賢くても、体はたった2歳の子供。自力で箱から抜け出すことはできません。子供は一緒に詰められていた藁やゴミを食べて生き抜きました。そしてやがて、ある老夫婦が子供を見つけ拾いました。裕福で優しい老夫婦は子供を養子とします。老夫婦は子供をとても聡明で麗しいと大層可愛がってくれました。そし、今日はここまでにしよう。続きはまたのお楽しみってことで。老夫婦は子供をとても聡明で麗しいと大層可愛がってくれました。そしてしばらく時間が流れます。